久々に来ました、バーミヤン。レモンビール飲んでからレモンサワーして、うん、これ美味しそうだよね。これもじゃあこれもいいなと思う。でも未だに迷ってる。これも美味しいらしい、クーポン番号1258で、99円で頼めます。2個です、うん。クーポン番号がこれで、餃子がなんと124円。でもコーラ飲むまでビール飲むまではコーラ飲めない。うん、なんか緑茶とウーロン茶の間に。それでは入ってない中国茶と乾杯。乾杯。春雨タンタンなんとかとザーサイしました。はい、おつまみだよ。イエイ。台湾の味そう、台湾の味する。え、どっち、両方これこれ台湾の味するの。ちょっと試しに食べる。台湾の味。あーでも本格的、まあ、てかザーサイってこうだな。え、嘘。うん、桃屋のザーサイもこの感じ。タッカタンタン、春雨タンタンいただきます。この春雨が平打ちって珍しい。うん、あ、おいしい。だありがとう猫ちゃん。台湾カステラです、ご覧ください。うわー、かわいい。ほんと栗まんじゅう先輩。揺れる？一回レンゲ乗っけて、あ、まあ、好きに食べても熱いかもしれないから一回穴開けて汁してもいいし、そのまま行ったらでも熱いかもしれない。うん、美味しそう。うん、あれね、あ、汁出た？熱い？そうでもない、そうでもない。いただきます。まずこのままいっちゃうわ。開ける。でしょ。うん、うん、台湾来てるみたい。あれ美味しかったよね。うん、リータイフ。あ、リータイフ。うん、食べよう。餃子1個もらってもいい？餃子も肉汁するよね。うん、はい、はちみつ揚げパンが意外と小さかったです。でも美味しそう。え、これだよ。あ、それじゃない？これだって。え、これいただきます。こう結構美味しそう。うますぎる。これは牡蠣の卵とじ。台湾の名前で何だっけ。オアチェン、オアチェンです。オアチェン、中国語でオアチェンっていうかき玉が有名らしい。手に食べていい。クリマンジュ先輩。うん、うん、ほわほわ。みつみつかな、多分これにもかかったと思う。 うわ、幸せじゃん。いただきます。うわ、すごい。うん、うん、蜂蜜だ、蜂蜜。すごい。台湾カステラってやっぱこう柿入ってた？柿取った？うん、これ柿かな。うん、エビチリと同じかな、それともソースか。いただきます。もつ。うん、うん、確かにちょっと台湾を感じる。うん、嘘ではない。うん、これはこのままレモン写真と一緒。ね、もう一回台湾行こう。ね、クックックック。なんとスープバーもこのなんだっけ、この、定食についてます。お得。レポストリツイートってこと？リポストってこと？うん、うん、カップ美味しい。
美味しいのこれね、まあ、うまい片付けたいよね、うん、おばさんだから、うん、おばさんはすぐ片付けられる、ね、何大して喋んの、それミニラーメン、うん、馴染みのある味、うん、はい、ルーローハン来ました、美味しそう、うん、おいしい、